こんにちは、マルコメおみやです。幼稚園帰宅後の息子と紅葉を見る会に行ってきます。相も変わらず土日は家作りの打ち合わせで忙しい日々、その埋め合わせとして最近は幼稚園の後にこうして一緒にお出かけを楽しんでいます。家作りの方は土地探しに難航していて、いざ現地に見学しに行こうとする直前のタイミングで売れてしまうことが立て続けにあり、気持ちがしんなりする日々です。今日はそんな日常のごたごたは一旦忘れてのんびり過ごしましょう。買ったばかりのピンクの靴を履いて嬉しそうに転がったどんぐりを踏みしめています。息子の可愛いもの好きもとうとうピンクをめでる領域まで到達しました。まあ好きにせ。そんなことよりおかんはこの土地狂ったどんぐりの量が気になる。秋の情緒などお構いなしに気が狂ったようにひしめくどんぐりはまさにわびさびブレイカー。例えるならばこぼれいくらをこぼしすぎて贅沢を通り越してなんか汚くなっちゃった時のあの何とも言えない悲しさに似ています。まあそれもある意味情緒。あ、すいません、取らせてくださいありがとうございます。公園内にある可愛いお店で温かい飲み物を注文しました。ホットアップルシナモンなら息子も飲めそうだったので、紅葉を見ながらこれを楽しもうと思います。ありがとうございました。よかった。可愛いで埋め尽くされているこの空間、おかんにはわかる。これはめちゃめちゃ嬉しい時の口や。外はだいぶ寒くなってきて冬の訪れを感じます。最近は大掃除と年末年始の文字を見ると謎の動悸と息切れに襲われます。こんな可愛いスポットでまた余計なことを考えてしまいました。じゃねんじゃねん。ここにいる間は現実を忘れて情緒を保たねば。アップルシナモンだって。そっか、飾り付け茶色いの。そうそう、シナモンって言うんだよ。体が温まるでしょ。温まる。こんなハイカラなもん飲んでたらまるで自分がおしゃんマダムになったような錯覚に陥ります。おお。そんなおしゃんマダム、実はこの日の翌日に悲劇に見舞われまして、夜中の3時頃に首から背中にかけて激痛が走り、痛みで体が動かせなくなったんです。旦那の手を借りてなんとか起きられたものの、少しでも上半身を動かそうものなら悲鳴が上がるほどの痛みに襲われ、こりゃただことじゃないと思ったわけです。旦那に送ってもらい朝一で整形外科に行ったところ、私の症状を見たお医者さんもこりゃヘルニアかもしれんと言って MRI の検査をしてくれました。検査を終えて医師から下された診断は重度の寝違えでした。恥ずかしかったです。寝違えで MRI を取った自分が恥ずかしくて病院飛び出したいくらい情けなかったです。お医者さんは気を使って検査ではわからない体のトラブルと表現してくださいましたが、その優しさが逆に私の恥ずかしさをかきたてました。ヘルニアじゃなくてよかったという安心感はもちろんありましたが、代わりに寝違いで大騒ぎしている大げさなやつという称号を得ることができました。あれから3日経ち、まだ痛み止めは手放せないものの、だいぶまともに動けるようになりました。心は未だにヒリヒリ痛いです。寝違いを伝えた時の旦那の呆れた顔は今でも鮮明に思い出せます。その説はすみませんでした。じゃん、どう？シナモン。どうしよう。シナモンを食べてみたかったようですが、捨ててくる決心がついたようです。飲める。シナモンじゃありません。寒くなってくると日が暮れるタイミングでお日様とともに気持ちも沈んでいくことがあります。よく言えばセンチメンタル、悪く言えば陰鬱。あの気持ちが落ちていく何とも言えない感覚がすごく苦手ですが、同じような現象起こる人いますかね。紅葉を見に来たはずなのに思わず下ばかり見てしまう圧倒的どんぐりの数の暴力。うわ、ちょっと
さすがにゾワゾワするのでモザイクかけておきます。集合体恐怖症の人はそっと押しそうな数です。ボートに乗りたいと言ったのに道草食いまくる息子。そんな彼、人と関わりたい気持ちが強く、やたら通行人に絡みたがります。見知らぬ人の前で両手を広げて抱きしめてもらおうとしたり、目が合っただけのおじいちゃんと手をつなごうとしたり、道行く大人とやたらコミュニケーションを取りたがるので、おかんはその度ヒヤヒヤしています。みんな優しい人ばかりなので笑顔で許してくれますが、困ってしまう人だっているだろうし、世の中いい人ばかりとも限らないので、人との距離感を学んでいくのが今後の息子の課題です。可愛い団子のポスターに思わず足が止まる。ようやくボートに乗り込むことができました。うわー、綺麗だな。早く大人になりたい。どうして、なんで早く大人になりたいと思ったの？子供だから。前までは大人になりたくないとピーターパンのようなことを言っていたのに。ボートを貨物り漁船と勘違いしているのでしょうか。みんな楽しそうだね。嬉しい。人との距離感はまだまだ勉強中ですが、息子の人懐っこい性格のおかげでいろんな人たちから可愛がってもらえるので、ある意味得な性格でもありますね。ただしカモには容赦ない。カモご飯はどうやって食べるの？カモを乗せて食べる。ご飯の上に？そう。カモはどうすんの？焼くの。ここのカモだからえってやる。カモが食べたかったらさ、カモ肉をお店で買えばいいんじゃない？カモの心臓に悪いので、そろそろ下船します。最近さ、お家のことで土曜日とか日曜日とかお出かけしてるじゃん。あれはどう？楽しい。楽しい？大変じゃない？大変じゃない。本当？今週もさ、また行ってくれる？行ってあげる。ありがとう。素敵なお家作ろうね。これから年末に差し掛かり、やらなきゃいけないことや考えなきゃいけないことがもろもろあったり、スピーディーに沈んでいく太陽のせいで気分が上がらぬ夕暮れを過ごしたり、寒さで体が痛んだり、大人はそれぞれいろんなものを抱え出す時期になりましたが、皆さんくれぐれも体調には気をつけて、共に年末に立ち向かっていきましょう。私はそろそろ大掃除を少しずつ進めていこうかなと思っているので、12月は掃除動画多めになると思います。おこがましくも、少しでも皆さんのモチベーションアップに携われたらと思いますので、よかったら一緒に頑張りましょう。寒くなってきたので、そろそろ帰りますわ。そろそろ帰りましょう。なんとキッションがいい。なんとキッション？うん。今日の夕飯は何がいいですか？ナットフィッシャー。もう一回お願いします。ナットフィッシャー。ああ、なる。いいこと教えてあげます。うん。なんとフィッシュンじゃなくて、なんとキッシュです。なんとキッシュ？今日の夕飯はカレー&ナン&キッシュ by 無印良品です。それでは今回もご視聴ありがとうございました。無印で年納めの爆買いもしてきたので、来月は購入品紹介もできるといいな。